国民的人気アニメのアンパンマンってあるじゃないですか。もう子供も大人も楽しめるすごく面白い漫画アニメだなと思うんですけれども、アンパンマンのもういっぱい話がある中で一つだけ明らかに異質な回がありまして、これ知ってるかな、アンパンマンとトルコアイス男爵っていう話なんですけど知ってますか、聞いたことあります。もうね、異質って言いましたけど、その日もずっとアンパンマン様子おかしいんですよ。で、冒頭一応アンパンマンその工場あるじゃないですか、アンパンマンの工場の前にまあ広いなんか丘みたいになってますよね、広場。そこにもうなんかこう主流のやついっぱいおるんですよ、もう、うん、なんかこう メインキャストみたいなやついっぱいいまして、あ、見たことある見たことあるって感じなんですね。で、アンパンマンがその中でこうやってまして、で、言うんですよ、パトロール行ってきますね、ほんまこんなんなのよ、っていう。ジャムおじさんがね、アンパンマン、マント忘れてるよって言って、マントつけてない状態でこうやってたんですよ。で、アンパンマンが、今日は歩きで行きますから次これがわからないんですよ、このまま歩くのってなるから。で、この状態でもう明らか様子おかしいから、バタコさんとかも女性のね心配しまして、アンパンマン調子悪そうよ大丈夫、アンパンマンが、いや別段何もないんですがね、なんかここ2週間ぐらいね、おもんないんですよ、飛んでいったんですよ。結局飛ぶんかいっていうのも含めてめちゃくちゃ怖い冒頭なんです。もうチーズもアンアン言ってました。めちゃくちゃ遠くの方見てましたわ、あさっての方、この先のどこかにはあるであろうピアノ教室の方見てました。で、場面変わりまして、そのメインが一応トルコアイス男爵なんで、トルコアイス男爵が出てくるんですけど、もうあの男爵ですからヒーもビヨーンと伸びてまして、で、頭からあのトルコアイスがこうもうなんぼでも出てきよるんですよ。もう出せ言われたらなんぼでも出てきよるんですよ。あのもうほっといてもちょっと出てるぐらいの感じなんですね。で、そいつがもうトルコアイスを出すやつなんで、あの学校の子供たちにトルコアイスを振る舞いたい言うて、で、みんな子供たち大喜びなんですよ。うわ、一癖あるけど美味しいや言うて、で、こう回し食べみたいなのしてまして、うわ、ほんとだこれ好きな人は好きだよね言うてみんな大喜びでした。こんなあいつですよ、ヒールのハーギフーリーホー言いながらカプセル乗ってあのバイキンマンが出てきまして、トルコアイス男爵がこうなんかね、カプセルから出た手でですね、カプセルから出た長い手でこう掴んで、トルコアイス男爵は俺のものだ言うて、トルコアイス男爵をよこせって、トルコアイスちゃうんやと思ったんです俺男爵ごとなんやって俺思ってて、もうどっちなんかなと思ったら、ちっちゃい聞こえるか聞こえへんかぐらいの声でね、俺は女性じゃなく男性の方が好きで、あ、じゃん男爵の方なんやと思ってトルコアイス男爵言うてねまあいいんですけれども、でね、もうわー言うてたら、まあそれぐらいのタイミングでアンパンも助けに来るじゃないですか。普通来るは来るんですけど、まあ遠いとこから来るんですよ。なんかこういう丘越えて来るんですけど、なんかこんなんなんですよ。で、なんかね、もうなんか日活の感じなんですよ、ちょっと。で、どこで着替えたかわからんけど、 T シャツにジーパンなんですよ。見たことある、アンパンマンのシンプルめの白の無地に近いような、よう見たら柄入ってるようなね。ほんで、ショルダーバッグしてまして、グレゴリーのピタってくっつく、これぐらいの、わかります、小さい、もう中学生なんですよ、中学生の初デートなんですよ、雰囲気、青みたいな顔して、丘の向こうからこうやって来ましてね、で、普通、アンパンチとかやってカプセル向かってやるんですけど、一切やらないんですよ、降りてこいって言うんですよ、降りてこい、ゆっくりと、周りの迷惑ならんように、そう、もうゆっくりとやぞ、そう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 、言って、でも明らかにアンパンマン、様子おかしいから、もう目だけで見ても分かるやんか、バイキンマン、こう、わーってカプセル開いて、なんですかみたいな感じなんですよ。速攻アンパンマンがもうバイキンマンの胸ぐら、まあ、どこが胸ぐらか分かりませんけれども、ガーッと掴みまして、もう速攻、ラララララって言うても日活ですよ。ね、お前がずっと自然体で折れるのはな、周りが不自然体やからじゃよく分からないんですよ。言い回しが独特すぎて。ほんで、もうずーっとこうやって揺らすわけですよ。T シャツジーパンのアンパンマンが。で、バイキンマンが、あ、もう話できなさそうですねって。ちゃんと話が
できなさそうなんで失礼しますって言って帰っていった。しっとり帰っていく。そのバイキンマンの背中に向かってアンパンマンが、お前最後の決め台詞のバイバイキン言うの忘れとるやないかみたいな、字が崩壊しとるやないかって言ったんですよ。いやお前やって誰も思うと思うよ見てる人。ほんで一応バイキンマン立ち去ったから救ってくれたってことにはなるんか、一応まあトルコアイス大将がアンパンマンさんありがとうございましたって、アンパンマンちょっと先輩なんですね、お大丈夫みたいな感じなんですよ。すいませんありがとうございました言って、でアンパンマンがですね、あのこのグレゴリーのこのチャックがあるんですけど、そこからそのグレゴリーと全く同じ大きさのこの緑のヘチマをこう出しまして、ヘチマをトルコアイスって言うんですよ。お前のケツの穴にお前今からこのヘチマ入れるって言うんですよ。いや俺が悪いんちゃうねんで、いやほんまにやもん、ほんまやでこれ入れる、何言ってるんですか、もちろんそうですよね、いや入れる決定事項って言うんですよ。決定事項っていつ決定したんですか言うて、いやあのな、とりあえず入れてみてって言うんですよ。アンパンマンがとりあえず入れてみて、もうこれ以上入らへんってなったら、お前これ以上入らないですって言えって言うんですよ。いや言うとかじゃなくて、いやもうダメですよ言うて、お前はいおつんぱいだろあんだら言うて、アホンダラがもうあんだら言うてもう言い慣れてますよね。で一応トルコアイス男爵衣装がありまして、あの下があのちょっとタイトな黄緑色のスカート、ロングスカートなんですけど、それがあの入れるのが邪魔や、まくれ言うて、で自分でまくらしてるんですよ。まくれまくれ言うて、お前こんなん履いてたかいつからや、あ去年の2月からです言うて、覚えないけどな言いながらね、行くぞーってこのトルコアイスほんまやねんって行くぞーってうわーってあーすごいあーってもう入らないですもう入らないです、嘘でいける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 っていけいけってもう痛すぎたんでしょうね、うわーって痛すぎてトルコアイスたちがうわーちょっと待つものつガモガモって母国語出たんですよ。母国語で取れないかお前トルコの言うてもうそっからそうなんでさモルサーモノガモガモって言って痛すぎて、お前はカッコ悪いなさやけど向こうで子供いっぱい見てんのに言ってパッと見て100人ぐらいの子供が向こうで見ててこれやばいってなって、このカバを折るでしょ、カバのカバのね、あれやカバやなカバオがそのアンパンマンにこう向かっていって、アンパンマンもういいじゃん、渡部篤郎みたいな止め方しますやがしこらーってアンパンマンが、お前何や 飯食ってんのか、腹減ってんねやろお前、腹減ってへんからお前の脳みそにお前酸素いってなくてそんな俺に立てつくんや言うて、飯食えー言うて、普通自分の顔をちょっとだけちぎるじゃないですか、その日顔丸ごと生きよったんですよ全部取りよったんですよ。んでも向こう行っとれー言うて、アンパンマンの顔をカバンも出されて、お前友達にお前家持ってるみたいになってるで言われながらああ言うてね、でもそのウサギのなんか女の先生ものを引いてるんですよ、もう横でね。ほんでも言うたらですよ、顔取ってもうたから顔のない T シャツジーパンの誰かわからんやつがトルコアイスのケースの中にヘチマ入れてるっていう絵なんですよ。これ何の絵しかわからんけど、うっすく BGM でアメージングレース流れてるんですよ。ごめん言ってスローなってわざわざジーングレース言ってほんでね、あのもうその頃にはめちゃくちゃ仲間集まってきてて、緊急事態やから食パンマンとかもおってんけど、その状況を見てね、食パンマンねっていうもう狂ってもてる泣き方なんですよ。目の前にいる確かな友人を救いたいけど、もう救い方わからんっていうっていう、もう大人の見てられへん泣き方っていう。で一通り落ち着いてからですね、食パンマンがアンパンマンがああいう状態になるのは1999年のあれ以来だって言ったんですよ。でウサギの先生がアンパンマンが1999年何やったんですかって言ったら、食パンマンがダメだ思い出せないんです、いや覚えてないんかいって、その場のアンパンマン以外の全員が声揃えて言いました覚えてないんかいでもこんなんもうあかんよって、そんなこんな何見せられてんねんって、そのウサギのあのメガネの先生、女の先生がアンパンマン工場電話するで、ジャムおじさんすいません
アンパンマンがもうとんでもないことになってます、早く来てください。じゃあ森さんが今からいろいろこの準備とかして、あの風呂とか入ったら40分かかるさあ早く来い、風呂入んなで40分で着く言うてたのに1時間過ぎても来ないんですよ。1時間20分ぐらい経ったらようやく来たんですけど、アンパンマン号でえげつない蛇行運転で来ましてちょっと向こうの方がね、その崖みたいな風になってるんですけど、もう蛇行運転で最後キー言うて、大丈夫か、そのまま落ちていくんちゃうかな、ギリギリぐらいまでで止まってバターン出てきて、早行ってほしいのに、まずなんかね、靴紐やりだしたんですこれなんかホーキンス履いてましていや登山用の、ほんだらジャムさんが登山をするわけでもないのにこんな靴履かなくてもいいよね、一人でなんか言ってましたこわー思って一人なんか言ってる思ってで、バーッとアンパンマンのとこまで行きまして、もうこんなもう反響なんですよ、アンパンマン。そのアンパンマンを後ろからこう包み込みまして、ジャムさんがね、この子はパンなんだって言ったんです。パンに人間の能力以上のものを求める我々の心が一番汚いのかもね、本当のバイキンマンは我々なのかもねって言ってる、その二人の前を、その回では初登場の天丼マン、顔が天丼の天丼マンがですね、ゆっくり横切って終わった